はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、まるでアクセサリー感覚のように持てるかっこよくておしゃれなボールペンを紹介したいなと思います。はい、皆さんはペンに対してどのようなことを望まれますかね。はい、僕私は実用性重視、もう書きやすさとか、あとは持ち心地がいいやつが全てだという方中にはいらっしゃるかもなんですけど、今回紹介するやつはそれとはまた別の感じの、まあ、ベクトル、まあ、ジャンルの商品になります。まあね、あの筆箱とかカバンとかにまあ引っ掛けておくと、まあ、かっこよかったりとか、あとは中にはね、あのシルバーチェーンみたいなのつけて首からぶら下げておくとね、はい、まあ、かっこいいよみたいな、まあ、そんな感じのやつで、まあ、バリバリ使うというよりかは、まあ、鑑賞して楽しむような、まあ、そんな感じのアイテムになります。でね、結構ね、今回紹介するやつ、お値段がね、そんなに高くなくて、しかもセンスがいいやつになったりするんで、個人的にちょっと一目惚れして買ったやつなんですけど、はい、まあ、つい最近出たというわけでも特にないような感じなんで、はい、結構珍しめのアイテムになるんじゃないかなと思います。まあ、自分は大阪のね、ギフショナリーデルタさんというところで、まあ、偶然見かけて買ったんですけど、はい、ちょっとね、まあ、最寄りにはないよという方もいらっしゃるかもなんで、まあ、今回見て気に入った方、まあ、ウェブの方で検索してみると、買うことができたんで、そちらでね、買われてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、いろんな方がいらっしゃいますけど、今回もぜひ最後まで聞いていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まあ、今回ですね、皆さんに紹介するやつがこちらになります。じゃーん。はい、まあ、こちらなんですけどね。はい、いかがですかね。これすごく綺麗な感じですよね。はい、まあ、こんな感じの、はい、アイテムになります。まあ、すごくこんな感じで、まあ、手のひらに乗るぐらいで、まあ、小さいアイテムなんですけど、こんな感じになってて、まあ、ここにポイントってこういう風に書かれてます。はい、で、まあ、ここのところをこういう風にひねってあげると、はい、まあ、こんな感じでボールペンになるという風な感じですね。はい、あ、これちょっと後ろのところがこういう風になりましたね。はい、まあ、こんな感じになってます。で、ね、これね、後ろのところにね、こういう風にポストすることはちょっとできないんですけど、まあ、こんな感じで、はい、なってます。で、まあ、さっきちょっとここのところが緩んじゃってた状態なんですけど、ここのところをこういう風に緩めると、はい、中身こんな感じで変えることができるんですよね。で、ここに入ってるリフィルが、これ国際規格の D1 規格のリフィルが入ってる感じです。ちょっとね、これ取り外すときにですね、ちょっと硬かったりするんでね、まあ、注意なんですけど、まあ、一応奥までグッとこういう風にやってあげると、こういう風にすることができます。これ先端のガタつきもね、そんなにない感じでね、割とまあこれ持ち心地とか、まあそういう風な感じのペンではまあないんですけど、結構これガタつきのもなく優秀に書けるペンなんじゃないかなと思います。まあ、実際書いてみるとこんな感じですね。はい、まあ、リフィルもね、初めから割とこういう風にまあ、優秀な油性のやつが入ったりするんでね、もうこれまあ、そうですね、結構普通にまあボールペンとしてこういう風に書いていただくこともできるんじゃないかなと思います。でもいかんせんこれ短いんでね、結構この手元がこういう風に見やすいかと言われると、まあそういうわけではなかったりするんで、まあその辺がまあちょっと書き味とかとはまあ違うという風な、まあそういう風なゆえんみたいな感じですね。はい、というのは、まあ、こんな感じのアイテムになります。じゃあですね、これのね、まあ、情報とかについてですね、まあ、ちょっと出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、まあ、こちらなんですよね。はい、ということでね、じゃあですね、5秒間ほどね、スクショタイム設けたいなと思います。はい、いきますよ、よーい、スタート。はい、ということでね、まあ、5秒経ったんですけどね、はい、まあ、紹介の方をしていきたいなと思います。はい、まあ、これね、出してるところがね、まあ、これポイントって書いてあってね、まあ、ちょっとこれ分かりにくいんですけど、これね、ちょっと商標の方とかいろいろ調べてみると、どうもこのプリコさんっていうところっぽいんですよね。はい、まあ、プリコさんっていうところ、まあ、ここのところに書いてるんですけど、まあ、プリココーポレーション、まあ、これ大阪の方にある1972年設立のまあ会社になります。まあ、結構ね、この海外筆記具のブランドのまあ輸入とか、まあ、卸とかをされてたりとか、あとはいろいろされてるんですけど、結構ね、個人的にこの卸とか、まあ、こっちのイメージ、印象が強かったりするんですよね。はい、というのもですね、まあ、それでね、結構有名な、結構界隈とかで人気のアイテムがあるんですよね。はい、まあ、それが何になるかというと、こちらになります。
じゃーん、はい、これカベコ、はい、そうですね、あのここを、まあ、あの日本の正規代理店でね、はい、あの扱っているところがこのプリコさんになります。まあ、その他にもなんか海外系 の、 あの輸入のやつとか、まあ、有名なやつとかね、いろいろされているところなんですけど、まあ、いかんせん大阪とかにあったりするんで、まあ、大阪の文具店のね、まあ、ギフショナリーデルタさんって結構そういうのあの小物の変わったやつとか売られているところで、割とまああの親和性がいいというか、なんかあの結構仲がいいのかね、まあ、結構ここのところのアイテム割とあのギフショナリーデルタさん扱ってて、まあ、偶然今回もこれ見つけることができたんですけど、うん、個人的にねこれちょっと前に出てたやつなのかな、まあ、そんなニューっていう感じでもなさそうだったんで、ちょっとね個人的にこれあ新鮮だみたいな感じで、わかっこよくていいなと思って買った感じです。でこれねお値段なんですけどね、自分てっきりあの1000円以上とか、まあ、2000円ぐらい確保してたんですけど、なんとねお値段の方350円プラス税だったんですよね。なんでこれ2個やったとしてもね、はい、あの1000円以内に収まるというふうなすごいやつになります。これ嬉しかったですね。皆さんもいかがでしたかね。これ見てもっと高いなって思われた方いらっしゃるんじゃないかなと思います。でこれブランドがここに書かれてあったように、まあ、ポイントなんですけど、これねマイスターバイポイントっていうのはなんかそういう風なあのやつも一応あったりします。まあでもそのマイスターバイあのポイントっていうやつなんですけど、まあ、それをね商標で調べてみると持たれてたのが、まあ、プリコさんなんで、おそらく個人的にプリコさんなんじゃないかなと今回ねあの思って、まあ、言ってるんですけど、間違ってたらごめんなさい。下のところに書いていただけると嬉しいです。はい。で、まあ、色なんですけどクロームとブラックですね。まあ、この2色がある感じです。で品番に関してはこんな感じです。で、まあ、素材に関してはこれウェブの情報なんですけど、まあ、真鍮にメッキがしてあるというふうな感じです。でねこれあのサイズに関してなんですけどね、これはちょっとホームページに書かれてたやつちょっとうんと思ってね、はい、あの自分であの実測であのちょっと測ってみたんですけど、するとまあ大体こんな感じでした。まあ、一応あの約っていう感じでつけてます。はい。まあ、大きさとかについてはまあこれはあの変わりないかなという感じですけど、ちょっとね重さにこれぐらいのちょっと差があるかなっていう感じです。で、まあ、特徴としては、まあ、ここのところにこういうふうにリングがついてるという感じでね、まあ、これはあのキーホルダー代わりにまあぶら下げてもらってもいいですし、ここにあのキーチェーンみたいな長いやつですね、あのそういうのをシルバーアクセサリーとか、まあ、つけてみて首からぶら下げてみても個人的にいいんじゃないかなと思います。で先ほど見ていただいたように中に関しては ISO の D1 規格の準拠のリフィルが入ってます。これねゼブラさんの 4C のやつ入れるとちょっとこれ太すぎかな、はい、結構この上のところがキツキツな感じだったんで、ちょっと 4C のやつは厳しいかなと思います。はい。なんであの D1 準拠のねあのリフィルを入れていただけるといいなと思います。はい。でね、まあ、自分がね見かけたお店どんな感じで売られたかというとこんな感じになります。はい。まあ、こんな感じなんですよね。はい。まあ、こんな感じの、まあ、これ、プリコさんが扱われてる商品の、まあ、コーナーみたいなのができてたんですけど、これ、レトロ51という、まあ、こんなペンとかもね、結構、まあ、有名なやつであったりするんですよね。でね、ここのね、キーワード、はい、これがね、結構かっこいいんですよね、このコピーみたいなのが。はい。Life is too short to carry an ugly ペンかな。はい。まぁ、ちょっとね、なかなかちょっとごめんなさいね。ちょっと英語があれなんですけどね。はい。まあ、これどういう意味かというとですね、はい、このアーグイペンっていうのは結構なんかダサいペンとかそういう風な感じなんですよね。はい。で、キャリー持つにはみたいな感じなんですけど、はい、まあ、ダサいペンを持つには人生は短すぎるみたいな、なんかそんな感じのすごいかっこいい名言がね、書いてあるんですけどね、もうちょっとうまいこと言えなかったんでね、ちょっとその辺が、まあちょっと自分自体がダサいですよね。はい。まあ、すんなり言えるように皆さんはなりましょうね。はい。というのは、こんな感じのね、カラフルなこんなペンとかも扱われてるんで、皆さんぜひ気に入ったら買ってみてください。で、今回のね、やつね、あったのがここのところなんですよね。じゃあちょっとこの辺ちょっと大きくしてみましょうか。はい。まあ、それがこちらになります。はい。まあ、こんな感じですね。でここのところにキーチェーンボールペンでこれ385円税込みって書いてあるんですけど、ここのところにね今回のこれがねふって刺さってたんですよね。はい。で、まあ、下のところに、まあ、こんな感じでね、いろいろあるんですけど、まあ、会心、まあ、これ、シュミットのやつ、勧められてますね。まあ、これ、会心として使えます。で、今回のやつはこれですね。キーチェーンボールペンというふうな、まあ、こんな感じのアイテムになります。はい。ちょっとね、まあ、こんな感じですね。まあ、いかんせん、お店の、本当にこの辺にあった感じなんですけど、自分も大々的に前にドーンって出しても、これ、受けるんじゃないかなというふうなアイテムにちょっと思った感じです。はい。ということでね、じゃあちょっとこれね、まあ、装飾してみましょうか。はい。まあ、このままね、筆箱とかにですね、まあ、つけてみても綺麗なんですけど、じゃあちょっと一応これ出しますね。はい。まあ、筆箱とかこういう風に出してみるんですけど、ここのところになんかこういう風に、まあ、つけてみてもなんか、うん、個人的に、ちょっとこれ小さめの筆箱なんで、あれなんですけど、まあ、大きめのやつとかにね、まあ、こういう風につけてみても、まあ、いいんじゃないかなと思いますし、まあ、最近ですね、結構このラダイトさんのこんなやつとかも出たんですよね。はい。
これですね、まあ、ディスインダストリアルなんですけど、これとなんかこれむちゃくちゃこれ親和性高くていいですよね。まあ、これ新ケースなんですけど、まあ、こういうのとか、あとはまあ黒統一のやつですね。まあ、同じ新ケースだとまあこういうので合わせてみてもいいですし、まあ、あとは黒のこういう風なペンとか、あとはまあシルバーのこういう風なペンとか、まあ、ラダイトさんのこれも出してみようか。はい、まあ、こんな感じで合わせてみたらですね、まあ、筆箱にもむちゃくちゃこんな感じでいい感じで合いますし、あとはですね、そうですね、まあ、こんなキーチェーンみたいなこうやって用意してみたんですけど、ここをこういう風に開けてみてですね、はい、まあ、こういうやつとか、まあ、こういうやつちょっと入れてみましょうか、これ。はい、まあ、ここのところにこういう風に入れてみて、あ、ごめんなさい、落としましたね、これ。よいしょっと。はい、あ、ごめんなさい。まあ、こういう風にまあ通してみたんですけど、いかがですかね、これ。はい、なんかいい感じですよね、これ。はい、すごくなんか綺麗な感じになりました。まあ、こういうのとかとこういう風に合わせてみても、おお、なんかいい感じですよね。なんかちょっとあのそそられるところがあったりするんですけど、はい、まあ、こういう風な感じで結構かっこよく持つことができるんじゃないかなというやつです。はい、ということでね、まあ、ぜひですね、これあのお店で見かけたりとか気に入った方はですね、はい、あのまあ、ウェブの方とかで買われてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、今回はですね、まあ、このプリコさんだと思うんですけど、このポイントから出てるですね、まあ、こんな感じの素敵なボールペンの紹介でした。まあ、この動画が良かった、参考になったという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。